ご視聴ありがとうございます。リラケアの花澤です。今回はチャンネル登録者様が1万3000名を超えました。ありがとうございます。それとディズニーシアセルマ初級講座でメイン講師として認定講座を行いますので、その告知として動画撮らせていただきます。ハロウィンが近いのと1万3000人記念をということで、スチュワーデスコースですねしてみましたけれども、いかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。こちらでですね、ちょっと一覧書きました。シアスルマ初級認定講座、日時2016年10月18日火曜日ですね。場所が新宿5丁目健さんの事務所になります。最寄り駅としては新宿3丁目になります。詳しい場所は申し込みをされた方にきちんとお知らせをいたします。それでですね、お時間が13時から18時、午後1時から夕方6時ですね。休憩を挟んでこの5時間行います。初級認定講座のお時間が4時間、で私のおっぱいメソッドの講座が1時間という割り当てになっております。今回女性限定8名様定員となっております。初級認定講座で覚えられることは足ですね、脚部の足と側部の足ですね、足とお腹とお顔のマッサージを覚えるという形でやっております。基本的にはセルフのリンパマッサージを行いまして、でさらにはお友達やご家族にもできるように教えいたします。価格が3万5240円になっておりまして、これを受けた方はイベントやワークショップをご自身で開催していただくこともできるようになるですとか、シアセルマの小売販売をしていただくことができるようになるという権利も込みで、シアセルマ代認定証代というものも含まれております。でお申し込みは申し込みフォームからお願いいたします。http://form.os7-7.biz/f/342cab 小文字で cab で 3e/ というふうになっています。はい、シアセルマって何って思われた方もいると思うんですけれども、シアセルマっていうのはこれお渡しするのはこの 65g のものになりますね。今回の初級講座にいらした方にはお渡しする実技で使う用の教材としてのクリームです。持ち帰りいただけます。これがですね、天然成分 100% で、これがちょっとうちで使って業務用のものになりますけれども、固形なんですね。わかりますかね。固まっています。常温では、で人肌の温度で溶けて肌になじむようなクリームになっています。でシアセルマはそのシアの木から取れる、シアの実から取れるシアバターを原料にして、ほほば油とケイ素とビタミン E を配合した、もうまさに万能薬的なクリームになっています。スキンケアクリームですね。髪にも使えます。肌に、全身に、足から、お腹から、胸から、背中から使いいただけます。赤ちゃんにもお年寄りにもお使いいただける。シアバターは肌にすごくなじみがよく保湿力が高いです。それから肌弾力を上げてくれたりとか、肌を柔らかくしたり、アンチエイジングにもいいんですね。シミ、シワの予防になったり、肌をきれいにしてくれて、すごく優秀なクリームになってますね。開発者である坂森さんと一緒に、坂森さんにお手伝いしていただいて、メイン講師は私で、今回の認定講座を行います。今回の申し込みの条件としては女性の方でお願いいたします。男性は OK しておりません。初級講座になりますので、もうスキルを持っている方、知識のある方よりかは あまりまだわからないことが多いとか、興味はあるんだけど どっからどうしていくかわからないとか、そういう方向けになります。初級認定講座ではですね、シアバターのお話、シアセルマについて、それからマッサージの注意事項
そして足、お腹、お顔のセルフマッサージをやっていくという形になっています。で、セルフマッサージだけでなく、お友達、ご家族にもしてあげられるマッサージを習得できます。セルフマッサージを覚えると、自分で自分のこう健康や美容のケアができることになりまして、すごくこう免疫力が上がったりとか、気持ちよいい時間を作ることができて、非常にこう役に立ちます。この機会にぜひ覚えてみてはいかがでしょうか。おっぱいメソッドも行いますので、ご自身のお胸のケアに悩んでいる方、ご自身のこう胸に自信がない方も、ぜひお待ちしております。おすすめです。シアバターに興味を持たれた方、シアセルマに興味がある方、ご自身の健康美容面で自分でできることがないかな、セルフマッサージを覚えてみたいなっていうような方、すでにセラピストさんでもう一度基礎から、覚えたいなとか確認したいなっていうような方にもいいかと思います。ご興味を持たれた女性の方、ぜひお待ちしております。少人数制でしっかりじっくりと楽しくできるかと思います。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今回1万3000人記念ということと、ハロウィンが近いということなどがありまして、あと単にコスプレが好きなのでこういう格好をしましたけれども、実際の初級講座においてはとは全然関係がありません。こういうふうにはしませんので、ご安心ください。ご了承ください。